Java デスクトップシステムは3マイクロシステムズのソラリス上のデスクトップ環境であり Linux 向けも以前はあった。平均的なコンピュータユーザーが使いやすいシステムを提供しており、オフィススイート、ウェブブラウザ、電子メール、カレンダー、インスタントメッセンジャーなどのソフトウェアが全て揃っている。名称には Java プラットフォーム向けに書かれたソフトウェアが集まる。 システムになってほしいという3の願いが込められている。GNOME をベースにしており、主にフリーソフトウェアを使っている。3はまずソラリス8に別 CD r o m で GNOME1.4 のプレビューリリースをバンドルした。JDS バージョン2には以下が含まれる。JDS にはスセベースの Linux ディストリビューション上でも利用可能である。 Linux サポートは2006年5月30日までで停止となった。JDS3 はソラリス10に同梱されている。インストール時 CDE か JDS を選択できる。JDS3 は GNOME2.6 ベースでありソラリス10上でしか使えない。3は社内のソラリス10のデスクトップをすべて JDS3 で統一している。 オープンスラリス向けの JDS はオープンスラリスデスクトップとも呼ばれる。オープンスラリスデスクトップ01は GNOME2.10 ベース。オープンスラリスデスクトップ02は GNOME2.12 ベースであった。ありがとうございます。